草原寺は、岡山県岡山市中区縁山にある、臨済修行神寺派の禅寺。三号は、五穀山。備前岡山藩主池田家の菩提寺である。本尊は十一面関ゼ世音菩薩。備前岡山藩池田宗家二代藩主、池田綱政が、元禄十一年に皇祖父である常沖と、父、三政の菩提を弔うために創建した寺院である。また、同時に、 自身の菩提寺もここに定め、以後歴代藩主の菩提も弔われるようになった。家臣の上坂劇に造営を命じ、絶海和尚を解散に迎えた。美全国、第一の禅寺と称される。参道より、葬門、三角、仏殿が一直線上に廃されている。仏殿に向かって、右に首郎、左に古が廃されている。古老の奥に、経像、経像の背後に、 海山島がある。仏殿向かって右には法条があり、法条奥に地仙海遊式庭園がある。この庭園は絶祖と津田栄氏によって造営された。仏殿の奥に国の史跡に指定されている岡山藩主池家墓所がある。墓所向かって左奥の丘陵中腹に三重島がある。ガラン脇には新言宗天台宗日蓮宗 浄土宗の塔中が廃されていた。現在は奈良向かって、左に太公院、右に天台寺が残っているのみである。現在も修行像を受け入れている。現在の修行像は、住職の原田正道を除いてすべて海外より来日した人々である。岡山の市街地で、時折、運水姿の宅発像を見かけるが、彼らは草原寺の修行像である。また、 境内西側には、特風絵式喫相母の境内墓地がある。これは戦後 GHQ の政策による、人員所領の没収によって、困窮を極めた同時が、給与の一作として、境内を特風会に委託し墓地として販売したことに、由来する。草原寺解散と同時に綱政の菩提寺となり、綱政の墓所が築かれた。以後、次生、胸政、知世、再世。 蔡沙都市、小生の歴代藩主、蔡明など、池家一族の墓所となっている。なお、三政、吉政、茂政の墓所は、備前市吉永町の間に池家墓所に営まれている。ありがとうございます。